イマヌエル・ベリコフスキー、イマヌエル・ベリコフスキーは、ロシア出身のアメリカ人であり、一般には、疑似科学者だとみなされている人物。古代史を再解釈して、天変地異説を唱える、著書、衝突する宇宙を発表し、主に、アメリカで、ベストセラーとなった。それ以前にはイスラエルで、ヘブライ大学創設に関わり、精神科医及び精神分析学者として、尊敬されていた。 著書、衝突する中は、比較神話学と聖書に代表される古代の文献を駆使し、古代に地球が他の惑星と極めて近くまで接近するなどの天変地異を経験したと主張するものである。ハンス・ベラミー、イグネンシャス・ドナリー、ヨハン・ゴットリー・ブ・ラッドロフなど数ある天変地異説の中での位置づけについて、イギリスの天文学者、ビクター・クルビト・ビルネーピアは、 ベリコフスキーは新天変地異説の中では最初というわけではない。むしろ彼は中世やそれ以前から続く天変地異説を唱えるもの,の系譜の中では最も新しいとしている。ベリコフスキーは天体の力学に電磁気力が大きな役目を果たしたと主張している。また、古代エジプト、古代ギリシア、近東のイスラエルの地を含む 各種文化についても新たな年表を提案している。それは、全1200年のカタストロフの原因を説明すると、同時に、考古学の成果と聖書の記述等を強引に、整合させようとするものである。ベリコフスキーの理論は、学会からは、完全に拒絶され、無視されている。それでも著書はよく売れ、一部に熱狂的な支持者が生まれた。 彼の著書をめぐる惨事と批判の対立はしばしば、ベリーコフスキー事件とも呼ばれる。この節は、イマヌエル・ベリーコフスキーの、デイズイヤーズをもとに記されている。1895年、ロシア帝国のビーツェプスクで裕福なユダヤ教徒の一家に生まれる。子供の頃から、複数の言語を学び、モスクワのギムナジウムに送り込まれて、教育を受け、特に、 ロシア語と数学に才能を見せた。1913年に優秀な成績で卒業。その後ヨーロッパとパレスチナを旅行し、フランスのモンペリエで医学を簡単に勉強した後、エディンバラ大学で医学部進学課程を取った。第一次世界大戦勃発前にロシアに戻り、1921年にモスクワ大学で医学博士号を取得した。 医学博士となると即座に、ロシアを離れ、ベルリンへと向かった。そこで、父の経済的援助を受けつつ、スクリプタユニバーシテーティスアトキービブリオサケ、ハイラソリミテーナラムと題した、科学論文集のヘブライ5訳版の編集と出版を行った。数学と物理学の末期については、アルベルト・アインシュタインを助手として雇った。完成するとこのプロジェクトは、 ヘブライ大学創設の基盤となった。できたばかりだった。ヘブライ大学は、この著作を世界各地の学術組織に贈呈し、代わりに別の本を送ってもらい、同大学の図書館の蔵書を充実させた。1923年、ベリーコフスキーはバイオリン奏者のエリシェバ・クレーマーと結婚した。1924年から1939年まで、ベリーコフスキーは、 イギリス遺人等治療パレスチナに住み、医師として開業し、精神分析学も行った。この間に彼は十数の医学や精神分析学の論文を学術誌に発表している。例えば、転換を特徴づける異常な脳波についての論文を発表しており、これは今では転換の診断に普通に使われている。また、フロイトのイマーゴにも、 よく論文を発表しており、フロイト自身の夢を分析した論文もある。1939年、戦争が近いという観測がなされる中、ベリコフスキーは、家族と共に、ニューヨークに旅行し、そこでサバティカルを過ごし、オイディプスアナーテンという、本を書くための調査をしようと考えていた。これは、フロイトの、モーゼと一心境に触発されたもので、ファラオのイクナーアトンが、 伝説のオイディプースのモデルだった可能性を検証する構想だった。フロイトは一神教を創始したとされるイクナートンがイスラエルの砂漠で民衆にモーゼが説いた宗教原理の原点だったと主張した。フロイトの主張の根拠となっているのは聖書の賛美歌104番とアケトアテンにあるイクナートンの墓の壁に刻まれていた文章の類似性である。 フロイトへの反証とデジプト期が実際にあったことを証明するため、ベリーコフスキーは、エジプト側の文献にデジプト期に対応するものがないかを探した。その一つが、アイパーワー・パピルスで、彼は聖書に出てくる伝染病の記述と似ていると考えた。従来のエジプト学では、アイパーワー・パピルスの成立年代が非常に古いと想定されており、聖書ので、 エジプト期の年代や、従来のエジプト史との整合で言われているで、エジプト期の年代よりも古いとされていた。このため、ベリーコフスキーは、従来の歴史の定説が間違っていて、それを訂正する必要があると考えた。アメリカに来て、数週間後、第二次世界大戦が勃発した。間もなく元々の著書の構想から発展させ、 ベリーコフスキーは過激な天変地異的宇宙論を生み出し、定説を覆す新たな歴史を考案した。結局ニューヨークに定住することになり、研究と執筆を継続し、彼の理論を学会や一般社会に広める方法を探し求めた。まず、1945年にスクリプターアカデミカという理論の概要を記した小冊子を2冊自費出版した。 1947年、天文学者、ハーロー・シャプレーに、それらを送り、そこである程度の反響を得ることになった。1950年、衝突する中の原稿を発射の出版社に持ち込んで、断られ、最終的に、学術出版会の大手であるマクミランで出版する、ことが決まった。その出版前に、ハーパーズ・マガジンで、 リーダーズダイジェスト氏がよくやるような非常に肯定的な特集が組まれ、激しい論争が起きた。ベリコフスキーに小冊子を送りつけられていたシャプレイが、この論争に気づき、本の出版に反対の立場で参戦した。シャプレイは、衝突する中を出版し続けるなら、マクミランの本を教科書として採用しないと脅した。結局同書の出版元は2ヶ月もしないうちに、 ダブルデーに移った。その頃には、アメリカ合衆国で、ベストセラーになっていた。1952年、ダブルデーは、ベリコフスキー版の歴史書の第一弾である、コントン時代を出版。1955年には、激変の地球を出版した。ベリコフスキーは1952年11月、マインハッタンから、ニュージャージー州プリンストンに引っ越している。 1950年代から1960年代初めにかけて、ベリコフスキーは、各大学にとって、ペルソナ・ノン・グラータイコール好ましからざる人物とされた。しかしその後は、講演を依頼されるようになる。彼の講演には、毎回大変な人数の聴衆が集まった。1972年、カナダ放送協会が、 ベリーコフスキーとその業績を紹介する1時間番組を放送し、ベリーコフスキーの名声はさらに高まった。1973年には BBC が30分のドキュメンタリー番組を放送している。1970年代中頃以降、ベリーコフスキーは学会における批判的論者への反駁に時間を費やすようになり、同時に、 北米やヨーロッパ各地で講演を行った。糖尿病と完結的な鬱病を患った。また、予定されていた続編の出版は微妙となった。生涯最後の2年間に、混沌時代の続編2冊、People's of the s e e t Lamcess 2& His Time がようやく出版された。1979年11月17日、妻に見取られながら自宅で亡くなった。 ベリコフスキーは、死後に残っている著作を出版させるため、リニー・ローズを後見人に指定していた。しかし、遺族はどうにかして、遺構を管理下に置き、未亡人の監督下で2冊の遺構シューマン・カインド・イン、アムネジアとスター・ゲイザーズグレーブ・ディガーズが出版された。前者は、精神分析学関係の著作で、 後者は1955年までのベリコフスキーに対する学会からの批判をまとめたものである。その後ベリコフスキーの意向は二人の娘の管理下に置かれ、彼女たちはその出版を拒み続けた。例外として、父親の電気、ABA、The Glory and the Tolment, The Life of Dr. アマニュアルベラカフスキーを1995年に、 出版し、やや疑わしいレビューがいくつか書かれている。また、混沌時代をヘブライ語に翻訳したザ・ダーク・エイジン・オブ・グリースがイスラエルで出版された。ベリコフスキーとアインシュタインの対談集もヘブライ語でイスラエルで出版されている。1990年代末頃未発表の趣向なども含めた資料がベラカフスキーアーカイブで公開された。2005年には 娘がベリコフスキーのすべての蔵書をプリンストン大学図書館に寄贈した。ベリコフスキーは1920年代から1930年代にかけて医療や精神分析学の著作をいくつも出版しているが、彼を有名にした著作が生まれたのはニューヨークに住み始めた1940年代のことである。彼は1942年11月に 自分の考えの中核部を、先生教術書という形でまとめ、スクリプタアカデミカという小冊子2冊をそれぞれ、DGs for the reconstruction of ancient history と、コスモス with out gravitation として、自費出版した。その考えは、総合的なもので色々な面で完全とは言えない、ものだったため、ベリーコフスキーは、古代史観元と、 物質科学関連を別々にして一連の本の形で出版するという形態を選択し、それを世に出すことにした。ベリコフスキーは熱心なシオニストで、そのことが彼の考え方の根底にあるのは確かだが、単なるシオニストの考えというには広範囲にわたっている。彼の著作全体は、聖書に描かれている歴史とエジプト史などの考古学や、 古代の文献から構築されている歴史と、整合させたいという考えに橋を発している。ベリコフスキーは、両方の文献に共通する事象の記述を探し求め、アイパーワーパピルスを見つけ、これが、当時のエジプト人がでエジプト期の出来事を記録した、ものだと信じた。さらに彼はこの両者が大規模な自然災害を記述した、ものだと解釈した。 ベリコフスキーは、ユダヤ教徒がエジプトを脱出した物理的原因を求め、その前後の歴史を調査、推定し、世界各地の歴史的文献や神話を比較し、世界的規模で周期的に大災害が起きていたと信じるようになった。彼は過激な学際的考え方に到達した。それをまとめると次のようになる。ベリコフスキーが具体的に提唱した、 大災害としては次のものがある。上述したようにベリコフスキーはこれらを1940年代、初めに構築した。しかし、本の形で一般に公表したのは、その一部だけであり、彼は、生涯をかけて、研究と拡張に努めた。それぞれの本には次のような部分が記載されている。ベリコフスキーの土星、水星。 木星に関する仮説は出版されなかったし、それらに関する現存する思考もあまり詳細ではない。ベリコフスキーは天体力学に電磁気力が大きな役割を果たしたとする説についてはあまり多くを語っていない。1946年の小冊子コスモスウィズアウト、グラビテーションでその仮説を提唱して以来ほとんどそれについて語らず撤回したように思われていたが、 死後に出版された、スターゲイザーズグレーブディガーズでは、それが復活している。ベリコフスキーは、コスモス・ウィズ・アウト・グラビテーションを、大学の図書館や、各地の科学者に送り、これに対する反応として、天文学者や、物理学者から激しい反論があった。しかし一部にはこの仮説に引きつけられた人々もいて、構成はその内部の各融合反応を、 動力源とするのではなく、銀河規模の電磁エネルギーの流れによって動かされるという仮説に発展させていった。しかしそのような考えには、通常の文献による裏付けが全くない。ベリコフスキーは、中東を中心とした古代の年代設定が、エジプトのソティス周期とマネトによる歴代王の一覧に基づいたものであるとし、全体的に間違っているとした。 そしてそれによって、聖書の記述と周辺文化の記録に祖語が生じているとし、ギリシャやその他の地域に見られる暗黒時代の不可解さの原因だとした。ベリコフスキーは一部の年代設定や王朝の時代をエジプト皇王国からプトレマイオス朝時代に移し、でエジプト期の時期をエジプト中央国末期に設定した。 彼は他にも様々な歴史上の事件の年代を差し替え、それによって暗黒時代という原因が消え去り、聖書の記述とヘロドトスの記した歴史が完全に一致するようになるとした。この考え方はまず、混沌時代で発表され、後に関連する著作である、オイディプスアナーテン、ピープルズ・オブ・ザ・シー、ラムセス2・ツーヒズ・タイムが出版された。 ベリコフスキーの亡くなった時点では、あと2冊が未発表だったが、後に、インターネット上で、ザ・シリアン・コンクエストとザ・ダーク・エージズ・オブ・グリースが、公開された。この考え方は、歴史学会からは拒絶されており、ベリコフスキーの信奉者にもこれについては支持しない人が、いる。1960年代から1970年代に、かけて、 ベリコフスキーに触発された追随者が多数出現した。政治学者、アルフレッド・デ・グラツヤは、自身の雑誌アメリカン・ビヘビアル・サイエンティストの1963年の、ゴーデ・ベリコフスキーを特集し、さらにそれを単行本に発展させ1966年にザ・ The、ベラカフスキー・アフェアを出版した。デ・グラツヤの後の著書コズミック・ヘレティクスについてのザ・ The スケプティカル・インクワイアラーの書評では、ベリーコフスキーが1970年代にも忘れ去られなかったのは、デグラツヤの努力の賜物かもしれないとしている。1974年、現代版天変地移設への高まる興味にこうして、ソサエティ・フォー・インターディシプリナリー・スタディーズが創設された。1985年には SIS から、 インスティチュートフォーザスタディオブインターディシプリナリーサイエンシズが独立したこれはデビッドロールが新たに自説の古代史を構築しベリーコフスキー版古代史を否定したことから分離に至ったものである1975年にはベリーコフスキーの説を扱う雑誌クロノスエ a ジャーナルオブインターディシプリナリーシンセシスが創刊 1972年から1975年にかけては、ポンセ、アマニュアル・ベラカフスキー・リコンシダードという雑誌が10号まで発刊されていた。ベリコフスキーをめぐる論争は1970年代、中頃にピークに達し、1980年代には沈静化した。1984年にはかつてベリコフスキー、主義者だったシーリロイ・エレンベルガーが、 積極的な反対派に倶替えしている。2000年代に入って以降もデビッド・タルバットなどのベリコフスキー主義者が活動している。ベリコフスキーのアイデアは学会からは否定されており、その結論の詳細は至るところで間違っているとみなされている。比較神話学を使って天体の動きを導き出すといった学者から見て一般的でない手法は、 結論を導き出す手段として受け入れられないとされている。スティーブン・ジェイ・グールドはベリコフスキーへの学会の反応をまとめ、ベリコフスキーは変人でもペテンシでもない。しかし私の意見と友人の意見を引用するなら、彼は壮絶に間違っているベリコフスキーは古代の伝説の不正確さを補おうとして、天体力学という科学を再構築しようとしたと記している。 ベリコフスキーの最大のベストセラー、衝突する中は、最大の批判を受けた本でもある。天文学者、ハーロー・シャプレイは、セシリア・ペインガポーシュキンらとともに、マクミランがこの本を出版すると決定したことを、強烈に批判した。天文学会からの根本的批判は、この本に描かれた、天体力学が物理学的にありえないという点であり、 エネルギー保存の法則や核運動量保存の法則を無視している点である。ベリコフスキーはスター・ゲイザーズグレーブ・ディガーズの中で天体力学について批判されることを予想して衝突する中に本来あった付録を削除し、比較神話学的観点でのみ評価されることを望んでいたと記している。しかし、それでも批判を受ける結果となった。 その付録とは1940年代にシャプレイなどの学者に送ったコスモスウィズアウトグラビテーションを発展させたものだった。1974年までにベリーコフスキーをめぐる論争はアメリカ国内に深く浸透しアメリカ科学振興協会がそれに関する会議を開催しベリーコフスキーとカール・セーガンを招待するまでになった。UFO が話題を独占した時にも アメリカ科学振興協会は同様の対応を迫られていた。セーガンはベリコフスキーへの批判を展開した。その内容はサイエンティスツコンフロントベラカフスキーにあり、それを改訂して本にしたのがブローカ、エスブレーン、リフレクションズ、オンザ・ロマンス・オブ・サイエンス、翻訳、サイエンス・アドベンチャー、である。セーガンは一般の聴衆に向けて意見を述べ、 ベリコフスキー個人とは議論しなかったが、その点が後に、ベリコフスキー信奉者に攻撃する隙を与えることになった。セーガンはそれらについても後に反論し、PBS の自身の番組コスモスでもベリコフスキーへの批判を展開し、同時にベリコフスキーの考えを封じようとした科学者らも批判している。衝突する宇宙における神話や文献の扱い方について、 非常に詳細な批判がなされるようになったのは1980年代のことで、ボブ・フォレストが重要な検証を行い公表した。1974年以前にジェームズ・フィッテンが、ベリコフスキーの神話解釈を簡単に批評しているが、ベリコフスキーや、その信奉者には無視された。フィッテンの文章は、ベリコフスキーの神話の扱い方は少なくとも3つの。 重要な点で不健全である。第一に彼は、すべての神話を独立した価値があるものとして扱う傾向がある。第二に仮説に一致する素材だけを扱う傾向がある。第三に、手法全体が体系的でないと始まっていた。かつてベリコフスキー信仰者だったシーリロイ・イレンベルガーは、エーレッスンフロム・ベラカフスキーの中でベリコフスキーの位置づけを簡単に分析している。 近年表彰コアの研究が進み、ベリコフスキーが関心を末期にあったとした地球規模の災害の痕跡が見つからないことが判明している。ベリコフスキーへの批判はいくつかの面から行われたため、その論争自体を分析するものも現れた。特にアメリカンビヘイビアルサイエンティスト氏の研究が結出しており、後にザ・ベラカフスキーやフェアーという本にまとめられている。 そこでの観点は、学会の閉鎖性であり、専門外の人間が、新しいアイデアを出した時の学問分野の反応や、学際的研究への反感といったことを論じている。最近では、メリーランド大学の歴史学教授、ジェームズ・ギルバートがこの見方への反論を試み、ベリーコフスキー信奉者のホレース・カレンとハーロー・シャプレーの、関係に注目して、分析を試みている。 それ以前に、ヘンリー・バウエルが、ベリーコフスキー事件を科学者の、新しい考え方への抵抗とする見方に反論を、試み、あの事件を、新しいアイデアへの科学の反応の典型例と、決めつける前に、ベリーコフスキーの主張の性質と妥当性を、検証しなければならないと記している。科学出版会は、ベリーコフスキーが批判に対して反論する。 公開討論の場を決して設けようとしなかった。このためベリコフスキーは自身をサプレストジーニアスだとし自らを火破りになったジョルダーノ・ブルーノに例えた。ベリコフスキーの出版によって巻き起こされた論争は20世紀後半の天変地説復活の一因となった。しかし同時にいわゆるベリコフスキー事件がそれらに悪影響を与えた面もあるとされている。 ありがとうございます。